アンドリュー・ドミニクはオーストラリアの映画監督、脚本家である。ニュージーランドのウェリントンで生まれ、2歳の時からはオーストリアに住む。1988年にメルボルンのスウィンバーン映画学校を卒業した。2000年にオーストラリアの実在の犯罪者チョッパー・リードを題材としたチョッパー・リード史上最強の殺人鬼で監督デビューする。主演のエリック・バナの好演もあり、批評家にはおおむね高評価された。オーストラリア映画協会賞では監督賞、主演男優賞、助演男優賞を受賞した。監督2作目、ジェシー・ジェイムズの暗殺は同名の小説を原作としており、ブラッド・ピットとケイシー・アフレックが出演した。カナダでの主要撮影は2005年に完了していたが、編集作業の大幅な遅れに伴い公開は2006年から2007年に延期された。スタジオ側は少ない黙想と多くのアクションを望んだが、ドミニクとピットはよりゆっくりとした作風を望んだ。映画は数段階も編集され、最長版は4時間あった。最終バージョン完成までにポストプロダクションに1年以上を要し、結局1時間以上がカットされた。アカデミー賞では撮影賞と助演男優賞にノミネートされた。ドミニクは再度ブラッド・ピットと組み、ジョージ・ V ・ヒギンズの小説を原作としたダークコメディ、ジャッキー・コーガンを監督した。撮影は2011年1月から5月まで行われた。第65回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映され、パルムドールを競った。アメリカ合衆国では、ワインスタインカンパニーが配給し、2012年11月公開が予定されている。2003年にパラマウント映画はドミニクに接近し、アルフレッド・ベスターの1953年の小説、分解された男の監督オファーをしたが、脚本側との意見の食い違いにより、デベロップメントヘルに陥った。ドミニクは、ジム・トンプスンの小説、内なる殺人者の監督、脚本候補に上がっていたが、降板した。同作は後にマイケル・ウィンターボトム監督が、キラー・インサイド・ミーとして映画化した。ドミニクの次回のプロジェクトの一つとして、ジョイス・キャロル・オーツ執筆による、架空のマリリン・モンローの回想録、ブロンド、マリリン・モンローの生涯の映画化が浮上している。撮影開始は2011年1月を予定していたが、ジャッキー・コーガンのために保留された。モンローは、ナオミ・ワッツが演じる。2019年に企画が再スタートし、モンローをアナでアルマスが演じることが決定した。本作はネットフリックスで配信される予定。ドミニクは2006年のフランス映画、唇を閉ざせのアメリカリメイク版の脚本を執筆している。監督するかどうかは未定である。2008年のインタビューでドミニクは、ジム・トンプスンのポップ1280と、コーマック・マッカーシーの平原の街の映画化に興味を持っているが、制作時間の確保が難しいと述べた。ありがとうございます。